夜は更けてまいりましたが、農政の方も着々と進んでおります。本日はですね、アルトワークスのステージ3の車両の整備をやっておりまして、ただいまこちらですね、SWK プレミアム LSD の組み込みを、やっております。ちょっと周り散らかしておりますがご了承ください。こちらが外したオープンデフですね、こんな感じでバラバラに分解をしていきまして、もうすでにここに組み込み済みですが、インプットさせていただいております。そしてステージ3ということで、この、まあ、下から見るとこんな感じですっからかんなわけなんですが、スタビライザーですね、スタビライザーも交換になりますので、メンバーフレームを下ろして、作業しておりますので、かなり、まあ、作業としてはやりやすいと言いますか、まあ、すっきりとしたこんな感じの姿になっております。あとエンジンマウントを外せば、まあ、あとエンジンがごっそり落ちてくるようなイメージなんですけれども、まあ、非常に、まあ、自分のパーツをつける箇所が多いだけにですね、慎重を要する作業が続いていくわけなんですが、まあ、日々こういったかなりコアなチューニングの車両も入ってきておりますので、お待ちのお客様は引き続き楽しみにお待ちいただきたいなと思っております。そしてこちらの方ではですね、ホイールコーティングなんかもやっておりまして、こちらはちょっとコーティング済みで今時間を置いている、ものになるんですけれども、まあ、これはあのコンプリート標準ではございませんが、合わせて一緒に取り付けるということも当然できますので、ぜひぜひ、ステージ3またステージ2と LSD 付きの車両ございますので、合わせてご検討いただきたいなと思っております。新車のですね、こういう作業をしておりますと、まあ、いつも思うことではございますが、やっぱり中がすごく綺麗でですね、まあ、こういう綺麗な状態のうちに、まあ、いろんなパーツを入れておくっていうのも、まあ、一つメリットになってくると思います。まあ、アルトのミッションはですね、スイフトに比較すると実はちょっと中が、細々としておりまして、部品点数も結構多くなりますね。外す場所が多くなります。まあ、これはあの5速マニュアルの車、ZC31S とかアルトワークス5速このあたりとは構造が非常に似てますので、まあ、やってることは結構似ているところになるんですが、まあ、3233と比較すると、ミッションを下ろすのは結構、まあ、比較的短時間でアルトの場合は終わっちゃうんですけれども、そこからここを分解していくのが結構時間がかかりましてですね、今ちょっとようやくある程度キリがいいところまで来て一息ついているような感じになりますけれども、まあ、引き続きこちらの組み込みをして、機体パッキンなんか固まるのに時間かかりますので、今日はここを塗って帰りたいなと思いますけれども、明日にはこのミッションがこちらに、そうですね、あとフライホイールの方もちょっと交換しないといけないですけれども、そのあたりをまとめて作業して組み込みをやっていきますので、また進捗の方はブログや動画の方でお届けしたいと思います。